皆さんこんにちは。初めての三国志 TV のナレーターの宇治一生です。今回は初めての三国志の編集長カワウソさんの馬長の後を継いだ馬隊はどこに消えたのかについてご紹介していきたいと思います。またよろしければ動画の下にコメント欄があるので、そちらも覗いてみてください。あなたからのコメントもどしどしお待ちしています。コメント欄をにぎわせて、みんなで歴史観や考察を深めていきましょう。馬長の後を継いだ馬隊はどこに消えたのか。馬隊は蜀の五胡将軍である馬長のいとこです。三国志に列伝は立てられていないものの、西暦222年に死んだ馬長の後を継いで異民族を従え、位も三品の平北将軍陳宗公にまで昇進しました。ある意味で馬長亡き後の帝族や強族のまとめ役を期待された馬隊ですが、西暦235年を境にその名は歴史から消えてしまいます。一体馬隊に何があり、どこに消えてしまったのでしょうか。大胆に仮説を立ててみました。馬長の子を差し置いて馬氏を継いだ馬隊。西暦222年に馬長は死去。いとこである馬隊に霊落した馬氏の妻子を継いでもらえるように劉備に請願しています。これだけ聞いていると馬長には子供がいないかのようですが、実はそうではなく、おそらく蜀に来てから儲けたと考えられる馬長という子がいました。しかし馬長は実子を無視して、あえていとこである馬隊に馬氏を継承させているのです。これはあるいは馬長が20歳になるまでの後見役という一時的な措置かもしれませんが、配下の遊牧民が家督相続を実力主義で行ってきた習慣を重視した措置とも取れます。これは馬長が将も卿や帝というような異民族を従えていた証拠であり、その大きな勢力を馬隊に移譲したという意味でしょう。劉備もこの点を重視し、馬隊を平北将軍とし陳宗公に報じています。少なくともこの時点では馬隊は馬長の後を継いで異民族騎兵を率いる平北将軍としての役割を期待されていたのでしょう。西暦235年の敗戦で信用を失う馬隊。正史三国志における馬隊の記述は、五丈原で諸葛亮が死去した後に退却に反対し背いた義援を容疑の命令を受けて追いかけ切り捨てたというところで終わっています。しかし三国志には登場しなくなった馬隊のその後は新書構想選定域に忽然と出現します。青龍3年235年、選定は大尉に転任し褒遊を加えられた。同年蜀将馬隊が攻め込んできた。選定は武将の牛金にこれを迎え撃たせ千余りの首級を挙げた。この記録は三国志には登場してきませんが、とても重要な一文だと思います。新書によれば、諸葛亮没後の翌年に馬隊は魏に攻め込み、迎撃した牛金に敗れ千人余りの部下を斬首されたわけですが、それに続いて武都の帝族の王である不周と京丹が一族老頭6000人を率いて投降してきています。武都というのは馬隊が報じられた陳宗の後方で、かつて諸葛亮が第三次北伐で扇動工作をして蜀に寝返らせた土地で、蜀漢の影響下にありました。だとすると馬隊の敗北と不周と京丹の投降はセットである可能性があります。つまり馬隊は武都の帝族を率いて芝居に挑んで牛金に蹴散らされ、その結果魏の報復を恐れた不周と京丹は魏に投降してきたと考えられるのです。これは蜀にとっては大きなダメージだと思うのですが、どうしてそれが正史三国志に記録されなかったのでしょうか。全くの推測ですが、この戦いが蜀の指導部は全く知らない馬隊のスタンドプレーだったからではないでしょうか。敗北した上に武都の帝族が魏に寝返るという痛恨のダメージを蜀に与えた馬隊に対し、蜀は黙殺という形で報いたとは考えられないでしょうか。敗北後に敗走し所在不明になった馬隊。馬隊が魏に攻め込んだ頃、蜀は諸葛亮の急死で後継者も定まらない状態にありました。三国志演義とは違い、正史では諸葛亮は自身の後継者を高らかに宣言してなく、万が一のことがあれば荘園が良いでしょうと劉禅に内々に打ち明けていただけです。その証拠に容疑は、
諸葛亮の棺を守った自分こそが後継者と思い込み、その後荘園が後継者と聞かされると不満を爆発させ、こんなことなら北伐軍を率いて義に下ればよかったと口走り、庶民に降格されています。この混乱した状況下で馬岱は義につけ込む隙を見つけ、独力で攻撃を仕掛けて大失敗したとも推測できるのです。そしてさらに悪いことには、この敗戦後馬岱は職に戻ることなく逃げてしまった可能性もあるのです。馬岱が敗戦したばかりか逃亡した、にわかには信じがたい話ですが、その証拠については次で考察してみます。帰還保身山に馬岱が出てこないのは行方不明だから。西暦241年、職の容疑は職を支えた秦を称えて帰還保身山という書物を表しました。ここには西暦241年までに亡くなった職の人心が劉備を筆頭に諸葛亮、巨星、関羽、張飛、馬超と続いていますが、職所で列伝を立てられなかった小粒のマイナー人材も記載されています。しかしこの中にさえ馬岱は列伝されていません。平北将軍であり陳宗公にまでなった馬岱が列伝されていないのは不思議ですが、そこには馬岱は逆臣であるという容疑の認識もあるのかもしれません。ただ同時に帰還保身山は西暦241年の段階で存命であり、まだ評価の定まらない人物については記述されていないので、劉禅も姜維も荘園、非荘州も掲載されていないのです。だとすると西暦241年の段階では馬岱はまだ死んでなく、そのために伝が残されなかったとは考えられないでしょうか。三国志ライターカワウソの独り言。馬超、さらに馬岱と敗戦が混んだことで領州の名族馬氏は異民族の求心力を完全に失います。そこで職は考えた末に天水軍の名族である姜維に新たな異民族の救護者としての役割を割り当てたのではないでしょうか。そして命令違反をした上に逃亡してしまった馬岱を黙殺し、殿に乗せないことで諸葛亮の中心としてのイメージのままバッサリと人生の後半を排除してしまったのです、みたいなことをカワウソは考えてしまいました。最後までご視聴ありがとうございます。今回の初めての三国志 TV はいかがでしたでしょうか。これからも皆様と歴史を楽しむ、歴史を深める、歴史を話し合う動画をお届けしたいと思っております。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。これからも初めての三国志をよろしくお願いします。